はい、どうもビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介するレンズですが、オリンパス OM システム随行 MC オート S F1.8 50mm というレンズでございます。毎度のことながらオリンパスのね、OM レンズ、名前が長くてちょっと嫌になるんですけど、レビューしていきたいと思います。結構安くで、手に入れた理由がですね、はい、レンズの表面ここですね、カビすごいカビがついております。いつものようにですね、分解して、きれいにしようと思ったんですが、このここにアクセスするために、中を取り出して開けるんですけど、なんか接着されてるのか何なのか、開けれなかったので、もう仕方なくこのままでいくかということで、使ってまいりました。マイクロフォーサーズの場合ですと中心部だけ使ってるからいっかとか思ったり、して、影響はね、多少光の入り方とか光の反射の仕方とかの変わりは出てくるんですけど、いっかっていうことで使ってまいりました。割と、曇ってる割にはしっかりと撮れたんじゃないかなと、思います。もともと OM システムのオート S1.8 のレンズは僕は持ってますね。ただこの MC マルチコーティングっていうのじゃないものを、以前購入して使ってましたので、これや F 随行ですね。これはコーティングがマルチコーティングじゃないです。違いはそんなに僕にはわかんないんですが、見た感じどうですか、なんか違いますかね。コーティング違うかな。こっちの方が透明感がある気がする。一応2つですね。こっちがいわばこれの次のモデルなんですかね、マルチコーティング、なんですけど、それぞれどういう写りの違いがあるかとか、そういうところまで深くはちょっと追求はできませんが、実際使ってみてオリンパスのレンズもそこそこ気に入ってきたなという、感じですね。割とシャープに撮れるなと。なんか甘い開放でもそんなに甘くない感じなのかなとか、思ってありました。あとはですね、絞りの動きが若干おかしいかな。絞りがちょっとおかしいですね、動きが。あ、言うてました、カメラ屋さんのおじいちゃんが。絞りもちょっと粘りありますよとか言ってましたね。確かにおかしいですね。この辺動かないですよね。何やこれということで、ちょっとおかしいんですけど、ここまで絞って使うことそんなにないんで別にいいかなと。開放とかだいたい 5.6 ぐらいまで普通通り使えればいっかっていう感じですね。というわけで、使ってまいりましたので、作例をご覧いただきたいと思います。最短撮影距離はですね 45cm ということで、比較的寄れるレンズでございます。ボケ感とかね、結構いい感じでした。というわけで、作例をご覧ください。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。